東宝 M1 グランプリ The Second。 さあいよいよ始まりました第2回東宝 M1 グランプリ。第1回目に引き続き司会進行を務めます森近凛之介です。よろしくお願いします。上白沢圭音です。よろしくお願いします。第2回東宝 M1 グランプリ人間の里特設スタジオより生放送でお送りいたしております。いやーついに始まりましたけども、はい、さあそれではいよいよここで東宝 M1 のですね細かいルールの方をもう一度おさらいしてみたいと思います。はい、東宝 M1 グランプリは4組で争われます。持ち時間は1組10分、そして400点満点の合計得点上位2組が最終決戦へ駒を進めます。そして最終決戦では別のネタを披露していただき栄えあるグランプリを決定いたします。今大会の優勝賞品は人間の里10万石です。はあ、人間の里10万石。はい、これ危険な妖怪が優勝したらヤバいんじゃないですか。それもまた幻想郷の面白さではないでしょうか。私は面白くないな。さあいよいよ参りましょう。まずは本日の厳正なる審査をしていただく皆さんをご紹介しましょう。お笑い連続体の境界を操ることができる幻想郷最強の妖怪八雲ゆかりさんです。寝てますね。ゆかりさん、お笑いで破壊を極めた最強の吸血鬼第1回東宝 M1 グランプリ優勝フランドールスカーレットさんです。カラニーカラサンカラニーフランスカーラゴーカラビュンビュンビュン。なぜかチルノちゃんがいます。聞く者の魂を笑いの悲願へと導く冥界の水先案内人小野塚小町さんです。笑いの悲願うまい。冥界一の孤独な落語家、そして最後の幻想郷から現在までの全てのお笑いを記録し続ける賢人、今大会の委員長でもあります冷田家当主冷田の阿久さんです。よろしくお願いします。幻想郷の歴史と笑いはこの人に聞け。さあ阿久さん、はい、今年もやってきましたけどもいかがですか初委員長として。はい、第1回目に比べてレベルが高い。予選3回戦を見たんですけどびっくりした。なんで落ちたのかなってコンビがいっぱいいた。はあ、それだけみんな真剣に稽古してきたんでしょうね。わかりました。さあこの方も初参加小野塚小町さん、はい、いかがですか。これちょっと関係ないけど今日魂連れてきちゃった。こいつね渡ろうとしないの。サンズの川でね誰か待ってるみたいなんだよ。サンズの川で待ってる、まさかその魂霧雨マリサさんじゃないでしょうね。お、ちょっと聞いてみようか。はい、お前ひょっとしてマリサなのか。いやまさかとは思いますが、はあ、っていうかこいつ喋れないんだけどね。なんで聞いた。え、ねえ、マリサさんじゃないんですか。それわからないね。誰かさんとよく似てますねやっぱり。まあマリサさんじゃないことをお祈りします。さあそして第1回のファイナリスト八雲ゆかりさん。はい、大丈夫ですかゆかりさん。始まってますけど審査できます。ああ、やってもらおう。ランラン、いや、いませんよ。え、ランさんは今回は出場者ですよ。ゆかりさんが審査してください。うん、しょうがないな、やってやるよ。なんかムカつくなこの人。冬眠の時期が近いんでしょうね。さあ前回優勝者のフランドールさんいかがですか。チコロニーコロサンコロリー。違う、見てよね、こう、一コロ、あのね、こう、一コロ、そう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 、はい、もう一回、一コロニーコロサンコロリー。子供かフランドールさん。審査員ですけど審査できますか。うーん、チルノあんたできる。できるよ。そうできますか本当に。トンチを見て審査するんでしょ。いや漫才ね、トンチじゃなくて漫才。同じでしょ。違いますよ。チルノ、はい、やろう、せーの、一コロ二コロ三コロリ。これ前回よりひどくないですかこれ。まあまあ、おとなしく遊んでいるからいいでしょ。いや審査員もう、まあ、今回の審査はだいぶおかしいですね。なんとかなりますよ。なんとかなればいいんですがね。さあお待たせしました、早速決勝戦を始めましょう。さあいよいよですよ。はい、ここからは大いに笑っていただきます。はい、まずは4組を2組に絞る戦いです。いきますか。いきましょう。第2回東宝 M1 グランプリトップバッターはこのコンビです。どうぞ。